日本百貨店協会が東京都の小池知事に対し、12日に緊急事態宣言が延長される際、可能な限り営業を拡大したいという要望書を提出したことが分かりました。百貨店に対し政府は12日以降午後8時までの営業を認めましたが、東京都は生活必需品以外については休業要請を継続する方針です。これを受けて日本百貨店協会は東京都の小池知事に対し、休業要請の趣旨を踏まえつつ可能な限り営業を拡大したいとする要望書を提出しました。要望書では感染対策はしっかりとできているとした上で、さらなる休業要請は従業員の雇用の不安や取引先の業績悪化を考えると極めて厳しいと訴えています。